東芝の社債向け TB9054FTG および TB9053FTG を紹介します。 TB9054 および TB9053FTG は社債向け DC ブラシ付きモーターを駆動する定格 5A2 チャンネル対応のモータードライバーです。異なる2種類のパッケージをご用意しています。アナログ用電源電圧は 4.5 から 5.5V、 バッテリー電源電圧は 4.5 から 28V、 PWM 動作周波数は 1kHz から 20kHz、 1チャンネル駆動時の最大定格は 10A です。車載規格の AEC9100 に適用しています。お客様への提供価値として主に4つあります。 1. IC 実装面積を削減、 2. MCU ポート削減が可能、3. 柔軟なシステム設計が可能、4. 選択可能な小型パッケージ。一つずつ簡単にご説明します。 TB9054 および TB9053FTG はドライバー2チャンネル化を実現しており、 IC 実装面積の削減に貢献します。加えて並列接続で1チャンネル駆動の大電流化も可能です。従来方式である SPI 通信と PWM 制御でのモーター制御に加えて、新規方式としてSPI 通信のみでのモーター制御機能を備えています。これにより MCU ポート削減が可能になります。モーター定格、チャンネル数、制御方式および SPI 通信のデイジーチェーン接続機能を自由に組み合わせて選択できますので、お客様が求める柔軟な設計へ貢献します。 TB9054FTG のパッケージはウェッタブルフランク構造を採用しています。側面フィレットが形成しやすくなり、実装信頼性が向上します。 TB9053FTG のパッケージは E-PAD 付き小型メイン実装タイプで放熱性に優れています。モーターの消費電力によって選択できます。ここでは競合他社製品と比較しています。当社製品はワンチップで2チャンネル対応、 SPI 通信のみのモーター駆動、小型パッケージを採用しており、大きな優位性を持っています。 TB9054 および TB9053FTG は電子スロットル弁、多様化するエンジンの各種バルブ調整だけでなく、ドアミラーの格納用、ドアラッチなどを含むボディ系の車載アプリケーションにおすすめです。詳細はぜひ東芝のウェブページにてご覧ください。